忘れとったね、完璧に。もう何ヶ月も冷蔵庫の中に入っとったんじゃない。白ごま、あ、ちょっと入ってる、はい、なんだ、白ごま、白ごま、うん、唐辛子、唐辛子、生姜ミルク、生姜ミルク、生姜ミルクって何、生姜ミルクって何、開けるの、ちょ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 、サムネ用で、よかったらもうやって、何から言いやい、なんでも開いてバラバラにして、ちょっと待ってよ、これ大体さ、これどこのやつなん、これ、どこのチョコレートなの、そこに会社書いてあるんじゃない、根源スイーツ、コンヤワタヤイソゴロヤヤワタヤって書いてある、八番屋だって、ここヤワタヤって書いてあるんです、そうなの、あのヤハタヤ、よくわかりませんが、あのお客さんからいただいたチョコレートです。え、ちょっと人呼んでよ、そこ、どこ、スパイスチョコレート生姜、重厚な大地の香りの生姜にトリニダートトバコ産カカオのスパイシーな風味とミルクのコク、わかんな、わからんがなんだ開いてください、さあ行ってみよう、どんな板チョコ、板チョコ、さあ、あー、なるほど、かわいい、うん、ちょっと、うん、そうやって、うん、次ちょっと白ごまの解説いきます、白ごま解説、香ばしく焙煎した白ごまとコロンビア産カカオバターでプチプチ食感の良さとマイルドな味わい、分からん、はい、あ、白い、はい、唐辛子、七味の主役となる唐辛子とまろやかな、何言ったの、まろやかなコク味のタンザニア産カカオ、広がる香りと甘み辛みの妙味、辛みそう、酒飲んだもん、仕方ないね、辛みわかんない、現れたな、キーちゃんカラーもあるよ、キーちゃんおいで、黒い、割ってください、パキン、これ割れてるよ、いや割れると食べれるの、お、多分なんか衝撃で割れとるやと思うよ、これは。ちょうどさんって。ちょうどじゃない。つぶつぶ。あ、なるほどなるほど。ごまね、俺ごま食べたらダメなんやそしたら。うん、じゃあダメだね。これは雰囲気だけお楽しみください。うん、分からん。あ、じゃあちょっと一つ。ちょっと生姜からいただきます。え、そう、三つもいらん、一つでいいわ。三つって二つで？あ、二つだし。はい、どうぞ。はい、ママもどうぞ。生姜だ。全然わからん。あ、でも発火じゃないけど、ちょっとスッとする感じがある。いや、全然わからん。うん、なんかちょっとスッとする感じがある。あ、
あ、ダメやった、こんなんダメ、動画的にやるしない、すっげえ美味しい、生姜の風味がすんごい鼻を突き抜ける感じですね。突き抜けんし、ごまごま。あ、俺ごま食べれません。じゃあ、私とママだけ、はい、どうぞ。刺さりそう。つぶつぶ食感、ごま食感。うん。うん、ごまの感じ、うん、で、他はコメントは匂いだけ、香りはする、うん、食べて、なんか分からんの、食べてほら、その白いつぶつぶ噛んだらふわっとね、うん、普通のホワイトチョコより好きなの、うん、美味しい、辛いんかな、これ、あ、ください、はい、落ちちゃった、あ、後味が辛い、あ、辛い、この辛みはいるんでしょうか。あ、美味しいです。いや、やだこれ、八幡屋さん美味しいです、辛い。うーん、辛いよ、生姜食べて、なんなん、ごまがいい、ダメ、ごまはなんかね、クランキーっぽい感じやね、なんかピーナッツとか、あ、あんな、あ、初めて生姜感じた、感じた、生姜感じたよ、やば、これたかしのね、向け覚ましになっていなきゃねなと思うし、溶けるよ、美味しかったです、以上、チョコレートの何レポート、食レポでした、失礼します。結構食べてみ、食べていいよ、いいよ、やって、結構食べていいよ、すごいクリアあった、結構チョコ食べていいよ、いらんなって、